本当だね。シルタクと申します。ちょっと音楽的にはあまりやってる人がいないようなちょっとポエトリーラップという朗読調のラップなんですけど、まあ、あまりわけわからないと思いますが、何かこう聞いてくれる人にとって意味がある、価値のあるものになればなと思います。共感が安心になって自分にないものに惹かれていく。そうやって人は恋をする。でも初期衝動は強いのかな。それだけじゃ心は離れてしまう。大事なものはもっと心の奥深くに。互いに一人の人として必要としている。男と女、生まれながらも違う感性を持って生きて、互いに全てを本当の意味で理解し合うこと。人は皆持つ独占欲、他の人と仲良くしていたら嫉妬してしまうね。でも自分の感情を押し付けるだけになってしまったら相手の負担になってしまう。自分の本音をちゃんと伝えて、相手の本音をちゃんと聞いて、互いの感情に折り合いをつけながら二人三脚で進めていくものだ。男ならこうすべき、女ならこうすべき、そんなものはここには必要がなくてさ、映画やドラマのように綺麗な物語を描こうとしなくていい。周りと比べなくていい。互いの目を見て触れ合って一対一で描くものだから、あなたと僕で進む物語が、このラブストーリーに作られたシナリオなんていらないからさ。あなたが泣くなら共に泣こうと思った、あなたが笑うなら共に笑おうと思った、あなたの心を幸せに染めて、そのために僕には何ができるだろう。時に言葉が欲しくて、でも言葉だけじゃ埋まらなくて、それなら僕は僕の全てをかけて感情を添えて、あなたに伝え、世界に一つだけの情熱のバラード。人や物や形があるものはいつか必ず消えてしまう。でもね、心は形じゃないから、そこに深い愛と情熱があるなら永遠に消えない。そんなバカみたいな夢みたいなことさえも今でも僕はずっと願い信じているんだよ。だって人はみんな愛のままさに生まれ生きてるはずだから、気持ちさえで心の模様を変えていけるはずだから、数奇な運命をたどり一部から惹かれ合う。冷めた心はぬくもりで温めて抱きしめる。人は人に生まれた時点で完璧にはなれず、互いに物を願うように寄り添う生きていく。愛が泣くときの愛する意味を知る。信じる怖さを超えて人はきっと強くなる。頭の中へ欲望と理性が駆け巡り駆け乱す人の苦労さを知る。何も信じられなくなっていた心に、そうした光が明るまなくなったのだ。あなたが泣くなら共に泣こうと思った、あなたが笑うなら共に笑おうと思った、あなたの心を幸せに染めたい。そのために僕には何ができるだろう。時に言葉が欲しくて、でも言葉だけじゃ埋まらなくて、それなら僕は僕の全てをかけて感情を添えてあなたに捧げる。世界に一つだけの情熱のバラードを。愛するということは痛みを伴うということ、信じるということは傷つくということ、その向こう側に何度でも何度でも僕はあなたに巡り合いたい。命に宿る愛が喜怒哀楽を超えて、ぬくもりを感じるのはあなたの隣だった。赤い糸を何度手繰り寄せてもたどり着くのはいつもあなたの隣だった。
愛してるという言葉を簡単に口にしてしまえば軽くなってしまうから、遠い未来で恥ずかしさも超えて互いの苦労をねぎらう時に、その時に言うから、その時までは二人の間にどんな道もどんな壁も越えていきましょう。そしてまた生まれ変わっても巡り合いましょう。シュー・タクトンします。名前だけでも覚えて帰ってもらえたらと思います。iTunes、Amazon、レコ直通でオリジナル楽曲も配信してますので、フライヤーもありますので、少し気になった方はぜひ聞いていってもらえたらと思います。じゃあ小話しようと思ったのですが、これは歌った方がいいですね。いきます。ありがとうございます。